疲れ様でした。よくやったお前ら。お願いします。仲間にしてください。さて、一暴れしますか。俺らのぐちゃぐちゃにしてやる。こいつら締めりゃいいんだな。この時を待ちました。味の違いを見せつけて、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 やりますよ。皆殺しにしてやりますよ。一応本気出します。時を待ってました。勝利だ。よっしゃよっ、お疲れ様でした。よくやったお前ら。なかなかしぶといね。矢野か。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが矢野トール。待たせたな、飛龍さんよ。全然待っていない。おい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 、まあいいや。今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んで、のどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教神の連中が早くしろってうるせんだよ。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの六教神の本気をお前らに見せてやるよ。首をきれいに洗って待っとけよ、バーカ。いよいよ次は矢野が相手ですね。ああ、矢野は強い。だが俺たち気流界も確実に強くなってきてる。絶対勝ちましょう、気流さん。ああ、矢野通る。一筋縄では行きそうにねえな。キリュウさん、今日も兄たちをよろしくお願いします。
気合い入れていけ。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。ああ、それじゃあ行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。おう、うっす。六強人の一人である矢野を倒せばジャスティスの力をかなり削ることができる。そうすればジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。ここで勝てればめちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう、桐生さん。これ以上あいつに好き放題言わせておくのも尺に触るしな。よっしゃおめえら、 We are ヤノトールー。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 よし、気流界出撃だ。行くぞ。おっしゃおっしゃ。さて、一暴れしますか。勝利だ。やりましたね、桐生さん。やったぜ。桐生ちゃん。よーっ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだった。信じられねえ。
数では負けてねえはずなのにな。もうお前の負けだよ、矢野。ここは俺たちの大事な町だ。連中連れて出てってくれ。そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ。六教人にはよ、負けは許されねえんだ。負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ。だから俺にはここでお前らを倒すしか道はねえんだよ。お遊びはこれまでだ。六教人の恐ろしさはここからが本番だぜ。行くぞ。信じらんねえ。やったー、あの六教人の一人矢野を倒しましたよ。ああ、これでジャスティスもちょっとは焦るだろう。矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ。ジョー、お前はジョー、トランキーロ、焦んな。六教人の一人、内藤、岡田に並ぶ実力者です。まさか尾道に内藤が投入されるなんて。投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。
俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？元東条会四代目会長、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。え？東条会ってあの桐生さん、ヤクサだったんすか？昔の話だ。今は堅気だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、桐生って名字を聞いただけでピーンときたよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、桐生さん。ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、桐生さん、トランキーロあっせんな。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもつまんねえよ。あんたの仲間全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。じゃあな。おい、あ、そこにお前の仲間が倒れてる。連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六強人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのこととどめでも刺してやろうか。てめえ、ナイト。やめとけ、ナイト。相変わらずだな、ジョー。お前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ、てめえもじっくりいたぶって葬ってやる。内藤か。まさか桐生さんがそんな有名なヤクザだったなんて。過去の話だ。でも会長だったんですよね。道理でチームまとめるのもうまいと思いましたよ。俺たちは桐生さんを信用してるし、過去がどうだろうと気にしないよ。むしろそんな人が近くにいるってのは心強い。いろいろ勉強させてもらうよ。そんな大層なもんじゃない。俺が教えられることなんてねえよ。そんなことねえって。もっと自分に自信持てよ、桐生ちゃん。いいんですか、本当にこいつ仲間に入れて。俺は別に構わん。本人も心を入れ替えるって言ってるしね。おうよ、ジャスティスなんて最低だぜ。俺は拳を交える中で桐生ちゃんに惚れたんだよね。これからお世話になるわ、よろしく。調子のいいやつだな。まあでもこいつの強さは本物だ。内藤を倒すにはこっちの戦力も増やさねえとな。任せとけって。正直俺もあんな風に切り捨てられたチームに未練はね、あるのは恨みだけだ。俺にもプライドがあるからよ。ジャスティス潰し協力させてもらうぜ。ああ、よろしく頼む。矢野トールに任せとけよ。次の相手の内藤は今まで以上のメンバーを率いてるって噂です。あいつが率いてる連中は俺の仲間のガキンチョどもとはちょっと質が違う。まあ注意した方がいいぜ。準備しっかりしていかねえときついかもな。分かった。